ヒデさん、はい、よろしくお願いします。はい、まあ、一つは、まあ、はい、前回は小倉になりましたけど、その高知の共同杯の決勝で山崎健人さんとの、そうですね、走った経験というのはやっぱり自分が番手につくレースが少なかったんで、やっぱりそういう技術が なかったし、やっぱ難しいなと思いました。その準決決勝と走って、はい、あるいう時はやっぱり帰ってもう一回レース見直したりしてるんですか？何回も見ました。もう一回見て、こうどうやったらその前の選手に上手に追走できるかとか、自分なりにこう見て、やってきました。そのもう理想としてはその余分な動きがなしにもただついていってもっていうのが良さそうなんですか？このこういうレースってどんな動きがあるかわかんないじゃないですか、だからそういう動きに対応していけるような準備をしないとダメやなって本当にいろんなことを考えながらやってました。あくまで自力でやるつもりなんですけど、やっぱりそうやって後輩が前を走った時にも見えなくて、自分がしっかりついていければラインとしてしっかり動きにもなるんですよ。まあ、チャンスだし、うん、はい、やっぱり G2 の決勝でっていうのはもうよりその経験するにあたってはすごい舞台だと。そうですね、まあ、20丸ついてたんでちょっとプレッシャーもあったんですけど、まあ、今度もそういうチャンスがあればしっかり期待に応えれるようになるとは思います。その後一つ、あの小倉ではちょっと初日ですか、その自転車、はい、あ、そうですね、新車を試されたり、まあ、自転車はいつも、うん、新しいの来たら試したりしてたりするんですけど、今回ちょっと面白い自転車だったので、まあ、レースでどういう風になるかなと試したんですけど、まあ、そんなに変わらないんだったら別に無理して帰る必要もないなと思って、で、もう戻しました。悪くはなかったんですよ。じゃあ今回はまあいつも通りの、いつも通りです、はい、まあ、ちょっと初日特選も今度はまあワッキーがいる、そうですね、レースになってて、はい、いやいや、もう別にまあそうなったらそうなったら、なんか自分のできるワッキーだってみんなから警戒されるんで、特にこのバンク考えれば、はい、まあしっかり考えて、そういうこと、本当にいつも通りの山田秀明の走りで、そうですね、新井さんとワンツーできる、頑張ります、頑張ってください、はい、ありがとうございます。